国道、あの国道ですよね。なんか確かに、あの、なんか海岸沿いや九十九里浜や、それからなんかもう江ノ島や、そういうところを疾走してるよりも、街中で走った方がさ、結構目立つし、ね、みんなおって振り向くよね。はい。あの、名古屋の車庫端乗りの人は、ぜひ、車で流してもらえればなって思います。三桁国道ですもんね、草草草って。三桁国道って草生えるもんなの。わかんない。三桁国道の面白さがまだわかってないけれどもね。国道1号はさ、箱根にあるよね。そう、国道1号はね、わかる。でもね、あとはよう知らない。なんかさ、あの、途中が階段になっちゃってる国道とかあるよね。私、国道の不思議みたいな、国道の秘密か国道の不思議、不思議な国道だっていう本買ったのに、国道のことちょっと忘れてしまいました。そうなんですよ。あの、あるんですよ。新書でね。現代新書かな。結構ね、読みやすい本で、不思議な国道っていう本がね、私は面白かったけど、いかんせんさ、あの、免許を持ってないし、これからも取るつもりがないから、なぜなら、私は酒飲みだから、うっかりさ、ほら、サービスエリアとかってさ、美味しそうななんか、もの売ってるじゃないですか。そう、私は、さ、うっかり、あっ!サービスエリアに寄ったついでにハイボールを飲んでしまったとか、終わった。もう今日一日、ここで暮らすってなるじゃない。とか、ね。あの、なかなかさ、酒飲みには、みんな、こう、車を運転している人はさ、偉いよね。覚悟があって。こう、毅然とした酒を飲まないという態度が。あの、飲んだら乗らないっていう。じゃあ、飲むから乗らない。飲みますので乗りません。誰か乗してくださいっていうね、感じでございます。そう、飲酒運転はね、恐ろしいからね。あの、酒飲みだから免許取らないって人、知り合いにいますね。お、その人とはね、うまい酒が飲めそうだよね。君が運転してくれ。この、この友人の人。あ、今、あ、サービスエリアってお酒売ってないんだ。危ない。そうか、そりゃそうだよね。わけわからんもんね。やだよね、助手席に乗ってる人がさ、ぐいぐい酒飲んでたらもう腹立ちんのよね、本当に。それも喧嘩になっちゃうよね。はい。ね、あ、サービスエリア、覚悟というか法律です。せやな。せや。せややで。はい。まあ、そんな感じで、あ、何の話してた?あ、そうだ。ね、アルバムの話とかしてたんですけれども、そう。運転より後ろで飲んでる。でも、ほら、やっぱりさ、あの、車の中で、ほら、ミカコシさんとかがさ、運転してくれてる横でさすがに飲むわけにはいかないからね。はい。懐かしい。あの、スタートインクルプリキュアの帰り、ミカコシさんが車で、こうね、すっごいまっすぐなんですよ。あの、大泉あたりの道路っていうのは、その、プリキュア帰りのまっすぐ街道をね、走って、いろんな話をしてました。もうすぐ免許の試験です。ピエンピエン。あ、頑張ってくださいね。あの、まあ、頑張らなくても、あの、まあ、頑張りたいときに頑張ればいいですし。何ですか?サッカーボールグミを開けられないって。サッカーボールグミを開け。ちょっと笑わないと分からないです。あ、みんなで ASMR 大会やってるんですか?サッカーボールグミ。サッカーボール。サッカーボールグミ。告知お願いします。コムチャまでの30分は猫の動画見てね。コムチャは23時30分からです。じ、きっとの
私が裏かぶりしてるんだ私が今自分の番組に裏かぶりしてるんですよね。あのそう、実は22時、土曜日の22時は何をやってるかっていうと、上坂すみれのお前が寝るまでという番組を YouTube で配信してるんですけど、今日はあのおまねるが私の夏休みということで、代わりに連邦猫くんがですね、あのやってくれています。はい、私はインスタライブをしてるのに、連邦猫くんがなんか一人で喋ってくれてるらしくて、はい、頑張ってくださいって感じですね。バカボール組来ましたなんだよこれ、なんだよこれ男が本気の力でやって赤か赤ないかぐらいの硬さじゃん。なんだって、ギリギリ入ってさ、開けられませんでした本当にこんなんで ASMR ができるのかしら。あと告知なんですけど告知なんですけど、なんだっけ、あ、そうそう、連邦猫くんが今お前が寝るまでの代替番組をやってくれています。私は11月ぐらいからおまねるに復帰する予定なので、よろしくお願いします。はいね、この時期に夏休み取るのすごい社畜味があるよね。はい、明日までがリリーベの申し込み期間申し込み期間、多分期間で合ってると思います、これ期間、はい、期間なので、あのリリースイベントに来たいよっていう人は、はい、久々の対面イベントになるのかな。なのであのお渡し会ではないんだっけ？飯を。お渡します、お渡します。嬉しい、久しぶりにお渡し会ができて、もう私ね、お渡し会にはね、相当思い入れありますから、あの、不思議な文化だけどね、私は、お渡し会をやって大きくなったようなものですからね。はい。あの、パパの言うことを聞きなさいから、もうお渡し会をして、1年ぐらいになりますか ?12 年もうちょっとあるかなのかな。なのであのお渡し会、そして会社説明会、あとミニライブ何がしてんだよってはい、あの素晴らしいパワポを用意して、あなた方のエントリーシートをお待ちしています。あの、まあ、大体受かるでしょ、てか受かるでしょどうせあの我が社はね、あのなんだっけ、大体浮かんないかもしれない。え、浮かんないんですか？エントリーシートあのちゃんと確認させて。エントリーシート書いて浮かんないんですか？エントリーシート結構一番難しいんですよ。エントリーシート書いて浮かんなかったら他界しちゃうんですよ、この人たち多分みんな他界しちゃうぞ。そうならないために会社説明会を開くやだよー、エントリーシート落ちたからって他界されたくないもん。私の寛大な精神で全員採用しようよ、全員採用しようよ。我が社はね、何ぼあっても困りませんから。我が社のモットーは人間は何ぼあっても困りませんですから。はい、人間募集中。はい、まあまああれですけど、ウェブテストは全然落ちないです。ウェブテスト、その会社もうやばくウェブテストは全然落ちなくてエントリーシートで爆落としされるなんて。ちゃんと読めっていう。え、キングレコードってどんぐらいの確率で受かるんですか？ここは数千の数人。え、そう、それでいざ入社したら毎年やることが変わって大変ですね。毎年配属が変わって超大変。キングレコードに入るのって大変らしいです。そんなことはないです。そうなんですね。キングレコードの採用は大変らしいです。あとなんだっけ？現在 Twitter で、感想大シェアキャンペーンやってるよ。告知ポスト。たは当たるよこれギリギリ読めるすごい、私
なんかこういうこういう犯罪予告の字見たことあるな。犯罪予告見すごいあるな。ね。あるよね。エントリーシートも手書きなんで、僕それが一番辛かったです。字汚いとめちゃくちゃふっくりなんで。あ、でもなんか、あの、丁寧に書いた感じはわかりますよ。あの、ほら、私、雑な字なので、雑な字を直したいから気持ちわかります。そう、なんかさ、字がね、どうしてもね、雑なんですよ。雑な字とさ、あの、カクカクした字ってさ、すごい親近感が湧くから。はい、あの、下手文字友達としてね。下手文字友達として仲良くしていこうね。はい。そうそう、あの、感想シェアキャンペーンは、告知がね、読めますから、読める字は大丈夫ですよ。あとね、あの、そんなにさ、字書かない社会だから、今字を書くよりも頭の回転がいい方がね、社会で生きていけるってね、多分ね、ジョブズが言ってたから大丈夫やで。はい。じゃあサッカーボールグミの時間です。サッカーボールグミ開けれるかな。潰すくらいの感じでやんないと開かないですね。開いたぞ。お、え、ちょっと待って、ちょっと待って、思ってたと違うんだけど、思ってたんと気持ち悪い、気持ち悪い。え、ちょっとサッカーボールグミ先輩には申し訳ないんですけど、ちょっとこれ歯ありきって言ってるやつらしい。歯ありきって何ですか。口でガッてやるらしいです。え、なんかサッカーボールからなんか幼虫出てきたんだけど。嘘か。ネットの情報です。え、あ、でもすごい、噛まないで開けれてる、すごいっていうことは、これ噛んで開けるのがやっぱ背を、ねえ、これちょっと見て。ちょっと、気もない。なんか孵化したんだけど。孵化し、グミって孵化させるもんなん？ちょっと、食べたら分かります。一応ナイスシュートゴールの味。何ですって？ナイスシュートゴールの味。ナイスシュートゴールの味？食べたら何の味か僕は分かります。うん。バスクリンの味する。マジですか？バスクリンのアリフォロ、うん？うん。あ、出てきましたよ。中から黄身が出てきた。何の味じゃ？多分コーラで。コーラ。イラストのなんか。待って。もうおえこ出ちゃったよ。うん、意味わかんなすぎて。ちょっとでもキモいからごめん、断面はちょっと見せられないけど。でも、萩の月、ジェネリック萩の月じゃないよ、多分。もう、こんなの仙台できんだよ、こんなの。仙台に入れない。
ソーセージはね、焦げ。え、私今こいつ食べてんの？こいつ？こいつ食べてんの？これザコシの目してるけど大丈夫？ザコシのザコシが福山さんの真似するときに出てくるよね、このカシャカシャメガネが。ナイスシュートゴールのある、ん？ナイスシュートゴールの味って白身と黄身に分かれてるんですか？いや、あのゴールの味が何か全然分かんないね。どの何一つ分かんない。人間ってゴールするとこんなバスクリンのバスクリンのあれ掘るんだ、ん？しないですね。あ、なんか甘めのバスクリンの味します。あの夏に入れるあのミントの絵が描いてあるバスクリーンのね味するよ。でその中になんか透明な味玉の黄身みたいなやつが入ってて、その黄身がなんかね、あの砂糖と黄色サンゴとそれからあのピュレグミの側についてる酸っぱいやつをあの抽出した食べ物の味がする。うーん、まあね、サッカー入った後にサッカーやった後に入るお風呂はいいよっていうことなんだろうな。うーん、よくわかった。うん、はい、ありがとう。コスタリカから見てくれてる人ありがとう。ありがとう。あのコスタリカにはどんなお菓子が売っているのかしら。はい、あとはこのね、どうやって、私あんまり ASMR を見ないからわからないけど、こういう遊びをするの？おお、あ、結構いい音する。あ、そうですね。これを口で当てて、パキッていう音を鳴らして、ん？あ、そうです、なるほどね。うん。でもうこれは後の祭りか。これはもう後の祭りか。開けたやつをすごいものすごい音を立てて食べるっていうのがきっとその手の組の ASMR。 なるほど。うーん、まあでもこんなもんでしょう、素人がやる ASMR っていうのは。はい、あの私でも ASMR のね、あの音声いっぱい撮ってますんで、あのいろいろね、実は DL サイトとかを探すと、あの CV 上坂すみれさんのあのちゃんとした綺麗な ASMR 出てくるので、そちらをね、あの猫暮らしとかさ、レールロマネスクとかさ出てくるんで、あのそれはちゃんとしてるよ。よろしくお願いします。はい、開ける時の咀嚼音、みんな詳しいね、ASMR に。私がね、昨日見た動画はね、あの、ハリウッドザコシショウさんのね、誇張しすぎたモノマネバージョン 9.99999 ぐらいのやつでね、あの、宇宙に浮かぶ福山っていうやつ。宇宙に浮かぶ福山っていうやつをね、見たよ。本当にね、宇宙空間にね、あの誇張した福山さんが浮かんでるの。それであのビッグバンをね12回ぐらい起こす動画。はい、元気出るよね。はい、ぜひねご覧になってみてください。はい。どうしました？モノマネ動画を中に見ちゃった。あ、宇宙に浮かぶ。あ、宇宙に浮かぶ。あ、ぜひぜひご覧になってください。すごい面白いので。じゃあなんか、あと5分ぐらいだから質問に答えようかな。あの、全然ね、質問に答えるの忘れてたね。昨日誕生日でしたので、お祝いメッセージをお願いいたします。そうそう、こういう平和なやつ。おめでとう、おめでとう。お誕生日おめでとう。この人は、たくましかな？たくましおめでとうございます。
あ、今日誕生日の人もいる。おめでとう。今日のお洋服どこのですか？これは、これがね、ミルクのブラウスかな。で、これはね、アナスイだと思うよ。そう、あのさ、回るピングドラムでね、劇場版があったじゃないですか。で、私も、プリンチュペンギン役でね、出させていただいたんだけど、そしたらなんか、で、ピングドラムを見返したらさ、すごいリンゴモチーフのものがいっぱい欲しくなっちゃって。ピングドラムのアパレルもめちゃくちゃ出てるんですけど、これはね、アナスイで出てるね。運命感じるだろう？はい。痺れるだろう？痺れるだろう？痺れるだろう？ってやつ。かわいいっしょ。はい、これお気に入り。あと、偶然だと思うんですけど、アナスイでね、赤ちゃんペンギンシリーズっていうのもあるの。痺れるだろう。はい、引っ越しで大変ですので、激励のお言葉をお願いします。引っ越し、引っ越し、さっさと引っ越し、しばくぞ。はーい。説明会の服装は何がおすすめですか？メンズです。服装はね、こりゃ自由なんだな。服装自由っていうのは、なんかね、一般世の中的にはね、全くの嘘らしいよ。やばくない？日本の嘘。服装自由って言ってたらさ、別にコスプレでもええやんって思うんですけど、それじゃダメらしいんだよね。まあ、でも、ほら、長時間さ、待機列とかにもし並ばなきゃいけなかったりするから、スーツで着なさいっていうことはないです。でも、スーツのコスプレは歓迎。スーツもどきとかね。そんな色ありえないだろうっていうスーツとかね。そうだね、なんか、うん。なんか、何か、キリュウカズマみたいなやつ。キリュウカズマのコスプレ。はい、服装はキリュウカズマが基本ベースでお願いします。知らない人はキリュウカズマで調べてみてください。髪は伸ばす予定ですか？伸ばしてる。伸ばしてるよ。あ、こないださ、ばったりさ、イノペさんに会ったんだけどさ、イノリちゃんね。髪がね、めっちゃ伸びてて、私久しぶりに会ったからびっくりした。伸ばしてるんだ、ロングだって言ったら、うん、切る理由がないからねって。かっこいいな、君はって。切る理由がないから、私も伸ばそうかなって思ってる。私よりね、多分今長いよね。そう、イノペさんのね、ロング、すごい新鮮でね、可愛いのよ。はい。就活辛いです。応援してください。なんか追い打ちをかけるようなリリーベしてごめん。ごめんよ。悪い、なんかすごい悪い気がしてきた。あ、でも我が社マジで受かるんで。我が社の採用率マジやばいんで。我が社本当に人間マジ必要なんで。我が社はね、もう何でもかんでも人間が欲しいです。はい、よろしくお願いします。デコモリさないに心打たれました。ありがとうです。もうね、中二病も10周年なんで、そしてね、10周年ライブじゃない、10周年イベントかもあるので、よろしくお願いしますね。楽しみだな、みんな揃えるの嬉しい。スロット勝てない、けど、スミペのキャラが多い。スロットか、でもさ、スロットでさ、勝ちまくっちゃったらさ、もういいやってなっちゃわない？私は竜が如くセブンでさ、なんだっけ、ゴッドハーデスを打ってさ、打てるんだよ。こう、無限にね、ゲーム内で打つことができるんだけれども。あ、やばい !23 時だ！あ、まだ大丈夫だ。まだファイナルゴッドハーデスですか？大丈夫ですか？はい。そう、ゲーム内でね、スロットが打てるっていうね、技術じゃない、ミニゲームがあるんだけれどもね。そう。なんか、それで、大当たりを見ちゃったら、もうええかな、みたいになっちゃうから、もう絶妙にね、当たるかな、当たらないかな、って、まあ、おみくじ程度に、ね。あれは、こう、私たちもね、すごい、
スロットの収録ってめちゃめちゃテンション高くやる。あとパチンコもそうですけれども、もうね、聞いたことないぐらいでかい声出すのよ。もうなんだっけ、右中左、あ、じゃ右中左、あとラストとか、それからチャンスなんとかチャレンジとか、そうすごいよ。右じゃ全然ダメなんで、右ぐらいになるんですよ。もうね、それを何百ワードも取るので、かなり脳汁がね出るんですよ。はい、スミペみたいな女の子になるには、ん、あ、ごめん、ずっとスロットのこと考えてた。ごめんごめん、スロットじゃない、あ、スミペね。スミペみたい、でもスミペって実はさ、あと1ヶ月ちょいでさ、31だから、果たして女の子なのかな？え？怖っ？嘘だろ？でも、逆に言うとさ、こう、頑張っていけるよね。なんて言うのかな。30歳っていうのは、大きな境目だと思うんですけれども、なんかね、自分の自由時間をね、長く保つことによって、心の平穏さを保つことができます。ありがとう。ずっと女の子ですよ。女の子でしょ？女の子です。スロッタースミレありがとう。スロッタースミレは一生ガーリーに生きていくよ。そうだね。でもさ、手っ取り早く言えばさ、私乾燥肌だから、スキンケアがね、に一番お金をかけるべし。マジです。スキンケアがさ、大変でさ、もうね、乾燥肌なんよ。で、乾燥するとさ、なんかこの辺とかがだんだんね、疲れてくるわけです。だから、とにかくね、保湿してる。20代の時はですね、ドラッグストアのね、なんか、高保湿っぽければ何でもいいよかったんですけれども、化粧水と、美容液とクリームだけはいいのを使います。パックとかはね、割と、何でも、私はルルルンのパックが好きだからね、ルルルンのパックとか、あと、シカ？C-I-C-A、シカって書くやつ。わかる？ C-I-C-A、シカ。ね、シカの、なんかウェットティッシュみたいにたくさん入っている、シートがあるのよ。それを毎日ベッて貼ると、いい感じです。でも、難点なのがですね、パックするとさ、パックしたからもういいや、寝よう、みたいな気持ちになるじゃん。あれはね、あかんのですよ。パックをした後に、剥がした後に、ちゃんとクリームを塗らないと、乾燥するんだ。終わりです。それでは皆さん、ごきげんよう。はい、お別れの挨拶です。皆さんさようなら。この後はこまちゃんに出ますので、よかったら聞いてね。はい、アーカイブ残します。じゃあね。